こんにちは、ちょっと自分のサムネが、というかタイトルの付け方でミホヨガ原神の運営を降りたと、伝わってしまったかもしれないので、似たような動画を作っています。確かに、コグノスプヘレが今後、ミホヨのゲームのパブリッシャーになっていくかもしれませんが。まず、原神はミホヨのメインコンテンツです。そうやすやすと運営を渡すと思いますか？で、自分が考えた運営が今後変更されまおであろう、ことをいろいろ言っていきます。5つ目、中国の規制から逃れるためというのは、置いといて。改めて5つ目、税の支払いを分割させるため。中国でまとめて高い税を払わないために、分散させるために販売会社を変えた可能性。2つ目、コグノスプヘレはミホヨの子会社です。先ほども言った通り、子会社しかも20人規模の小さい会社に、運営を任すとは考えられません。3つ目、ミホヨの社員に中国共産党に所属している方がいます。ミホヨの CEO であるユウエイという方だったっけ？ということもあり、おそらく本社移転ということは、ないと思います。とりあえず原神の運営の大元はミホヨのままなので、運営が変更されたクソゲーになるかも、みたいな。悲観的なことは考えなくていいです、逆に。サーバーが中国外へ移動、中国外から販売ということで、規制が緩くなる期待はしてもいいかなと思います。はい、今回はこれだけ、情報に流されないようにソースは2、3個ほど確認することを、推奨します。ご視聴ありがとうございました。さようなら。